集合場所について友達におはようっていう暇もなかった。青白い閃光が走って耳がおかしくなるような、もうつんざくようなドーンという音がして、目の前が真っ暗になりまして、その後は私はもうただただ生きていくのに精一杯で、ですが私はあの時の地獄を片時も忘れたことはありません。年を取って成長したなんて思わないけど、諦めるのを学ぶことってそんなに簡単じゃないんだろうね。楽しくやろうか。はい、乾杯。